はい、ということで、こちら、はい、ジュビロ磐田の練習着を用意していただいて、しかも当時ジュビロ在籍時に付けていた背番号6番を用意していただいて、はい、最近入部ということでチームに注目して練習参加させてもらうので、はいはい、で今回前田良一の密着と、はい、今回のジュビロ磐田ユース体験入部ということで練習ちょっと実際やらせてもらうので頑張りたいと思います。はい、に向けて、また商品ね、取りにして、本当に行きましょう。今日は昨日話したように、スペシャルゲスト、ご紹介します。はい、こちら。どうぞ。夏大好きです。良一とは一緒にプレーさせてもらって、今日、本当にご縁で、こうやって体験入部させてもらうんですが、みんなと一緒についていけるように頑張るので、短い時間ですが、よろしくお願いします。はい、じゃあ、元気出しましょう。はい、よっしゃ。いいです。ステップかかとから4歩、okay、その場で左右に、okay、横サイドステップ、 OK、 行こう、そう、2センチ沈みすぎない、次逆で、次逆で止まって、流れない、外に流れない、膨らまない、膨らまない。最後まかなしね、まっすぐ行って、もう A 隠れ。行こう、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 パス蹴ってな、ディフェンスが奪ってパス全員
リー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100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 、
げろ、仕掛けろ、トス。初見で、はい、早い人用の守り方をしなかったから勝って行かれちゃった。これまあ2-2、3-2、4-3って変化していくんだけど、まあ、最初に2-2では1対1の部分だったり、はい、ここで決め切るっていうところ切り替えてからの3-2で結局優位なんだけど秒数が決まってるっていう中で早く決め切るっていうで、また4-3で切り替えで、ディフェンスは遅らせるってことですか。じゃあ大事な遅らせる、まあもうベストは奪える、まで 2-2 の時は遅らせるけど奪うよね、ボールを、はい、奪って次の攻撃につなげる。これ向かい風になるんですね、次は。しかも眩しい。やっぱ運動量ある選手とない選手だったらかなり差が出る練習じゃないですか。フリーランニングも運動量もそうだし、はい、考えてフリーランニングしないといけないし、あと早く攻め切るようになったら、はい、その選択っていうのを間違えるとどうしても遅くなっちゃうから、パスの選択肢とボールの運ぶ位置とあとスペース走るさタイミングとかも含めて何人かすっげえ速いやつ選手だから総当たりすんや。6分か7分ぐらい、またカチカチで決勝負け負けで3です、はい、しゃーよー。あ、フリーでフリータッチでフリーマンだけやったチタッチ、ゴー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 。6-2、5-1、5-2でダイレクトで。お疲れ様でした。ゲームはさ、全体で、はい、こう俺も含めたから全体で守備いって、で特に奪った後の縦っていうのを意識する、
それすごい大事だから、だからそれで、ね、一発パーンって取ってパスがいいのが入るとビッグチャンスになるし、まあ、そういうのはやりつつ早い判断の中で切り替えてボールを奪いに行く、まあ、その連続だから、そこのどこまで切り替えたらボールだけ、あと決め切るか。さあ最後は全然リミートしなかった。今日の練習お疲れ様でした。お疲れ様です。今3年生ですか。はい、トップチームに昇格するっていう話聞いたんですけれども、はい、あの残りのこのジュビロ磐田ユースでの目標だったりってありますか。今週と来週で、プレミアリーグは終わるので、まあ、それに向けて、まあ、今日もそうですけど、まあ、みんなでやってるってところなのでまだ残留も決まってない状態で、最近勝ててもないので、まずは今週勝って残留を決めて、最終節変なプレッシャーをないように頑張りたいなと思います。わかりました。ちなみに3年間このジュビロ磐田ユースでサッカーしてきたと思うんですけど、一番学んだことってどういったことですか。やっぱり1年生から楽しまったんですけど、1年生の頃は3年生上手かったですし、まあ、相手の方が上手いっていうのは自分の中で感じてて、その中で一番負けちゃいけないのは気持ちっていうところであって、まあ、そういうのは3年間通して誰にも負けないように試合前も入ってますし、まあ、練習からそういう気持ちでプロ内定されたと思うんですけど、今後の展望だったりっていうのあったりしますか。小さい頃から見たヤマハスタジアムで試合できることがやっぱり夢なので、一日でも早くピッチに立てるように練習からアピールしてて試合に出れればなと思います。ありがとうございます。じゃあインタビュー以上です。ありがとうございました。最初俺の感想だけど、やっぱり今日趣味のところとかね、ちゃんとやりましょう行きましょうっていうところをやってたけど、まあ、ゲームでね、自分が決断した時のそのプレーの迫力とかはすごかったなっていう感想で、まあ、みんなも多分それ体感したと思うし、同じチームでもね、隣で見てた人もいるだろうし、まあ、そこは本当に俺たちに足りなかったものってね、持って必要なものだと思うので、ね、そこはやっぱり今日無駄にしないでね、感じたこと、見たこと、また、言ってもらったこと、これからちょっと話聞いてもね、いいと思うし、絶対無駄にしないように、してください。本当にいい刺激もらったと思う。じゃあちょっと。まずはありがとうございました。選手たちのその魅力的に励むあの姿勢だったりとかもそうだし、まあ、特徴的に速い選手もいれば、そのスキルも、ね、高い選手もいるんだけど、見て分かるようにもうスピードも、ね、だいぶ劣化してるし、いろんなところで部分練習でも劣化してると思うんだけど、まず一番にみんなに思ってほしいのは、俺はサッカーを向上させたいとか、この世代でもっともね日本サッカーを担う人材だとみんな思ってるから、だから下手くそでも最後までやりきるよ、まずはね。俺はそれは目的なの、目標で、みんなにとっての目標って勝つっていう、まず一つそうでしょ、試合に出ることもそうだし、で勝つっていうことそうじゃん。で俺が例えばあのゲームでなんで声出すのかって結構言うんだけど、なんで声出すのかっていうのは、やっぱいろんなさ守備のさ構築する上で、前の選手を動かしたり、しっかりポジショニング取らせる、スタートポジション取らせることによって俺が守備しやすいんだよ。ディフェンスじゃなくて、じゃあフォワードの選手になったら勝つためにゴール取んないといけないでしょ。目的を全部忘れないでほしいの、全部の練習もそうだし、スキル練習は大事なんだけど、目標のためのスキル練習もしてほしいの。自分のドリブルを、ゴールを取るためにドリブルを磨くとか、そこはまず忘れないでほしい。すごくいい練習だったり強度高い練習はできてる、でも本当にこの中で違いを見せられるか、上に行くってそういうことだからな。それぞれの色があるじゃん。ドリブルの選手もいれば、パスとかさ、自分の表現の仕方ってあると思うの。上手い選手とかいっぱいいるかもしれないけど、ドリブルしました、奪われました、奪われてボールを取りに行くから、チームが あいつは頑張ってるんだ、チームがまとまるんだよ。声で背中を押すとか、声で陣形を作るとか、それで俺はどうにかプロで生きてきたの。まあもちろん部分練習でヘディング第1位とかそういうのはやっていってよ、自分のね特徴として評価されるとか、これから価値をね自分たちで見出すためには続けてまずプレーしてほしいし、ドリブルだけで終わってほしくないし、ドリブルで取られて取りに行くから、そこが評価になるって。パスもそうだけど、上手い選手とかでたまにさ、あのプロでもいるんだけど、あ簡単なボールとかちょっとミスっちゃって、ああミスっちゃったみたいな、じゃなくて上手い選手だったら、この一つのパスが、これをこだわることが評価だから、それをどんだけ正確にやるかとか、タイムをずっとこだわり続けること、そしたら必ず先の評価にもつながるし、個人のスキルアップにもなるし、
そういうのはみんな、あの、各々が意識しながらやってほしい。なんか声はいろいろ出てたけど、自分で引き出す選手もいれば、パスの出し手だったら自分からこう相手を、動きを引き出してあげるとか、パスで。フォワードだったら自分からボールを引き出すとか。各選手がもっと自分の表現するようになったら、必ずチームって活性化するから、それぞれがもっと上手くなるから、もっと上行くんだったら、もっとこうできるはず。みんないいもん見せてもらったから、みんなに本当に上手くなってもらえたし、みんなにはそんだけの可能性ある。でも最後に言うけど、可能性を止めてるのは自分だから。環境のせいとか関係ない、今の状況とか関係ない。サブでもこれから上に行けるし、俺なんかサブの時に鍛えられたし、メンタルもそうだけど、状況とか関係ないから、結局自分だから。負けるのも自分たちのせいだし、負けるなりの理由があるよね。だからそういうのはこう自分でね、問い詰めながら、これからそれぞれが頑張っていってほしいと思います。僕もまあジュビロ岩田でやらせてもらったんで、少なからずみんなのことはね、やっぱり思い入れっていうか、思いが全然違うし、本当に活躍してほしいし、それが別にトップだけじゃなくて、上の大学からトップ行く人もいれば、別にプロに行かない人でもその舞台で活躍してほしいし、これから応援させてもらうので頑張ってください。短い時間だったんですけど、ありがとうございました。じゃあ一発でいきます。なんでこっちに見せけど、手に負けてる。痛い痛いの痛いの痛いの痛い痛いの痛い痛いの膝の皿の DJ。 素敵です、素敵ですね。うわっ、いってぞ。あ、カットでお願いします。短い時間だったんですけど、今のお話もそうですし、まあ、みんなそれなりに刺激があったと思います。この刺激を明日から、自分たち、まあ、一回持ち帰って、自分なりに考えて、これからの練習に励みたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。